高知市で3つの専門学校を運営する龍馬学園が、県の内外から55の企業を招いて就職セミナーを開き、およそ280人の学生が参加しました。企業の担当者と直接話をする経験を積み、今後の就職活動に役立てるようにと毎年開催しています。参加者の多くは来年3月の卒業を予定している1年生。保険やスーパーなど自分が関心のある企業のブースで担当者から業務内容などの説明を受けました。コロナ禍での大変だったことや、その接客としてのスキルを伺えて、自分のその接客に対しての考え方を変えることができたので、すごいためになりました。龍馬学園では今後もこういったイベントなどを通して学生の就職をサポートしたいとしています。